お知らせパート3、チェキチェキよし、ということですね、お知らせパート3ではですね、今回は、皆さんから、地域 CM 地方 CM を募集したいと思います。ついに創刊、電動車椅子サッカー誌。電動車椅子サッカーの魅力を伝える専門誌、北海道から沖縄まで全国のチームを徹底紹介。全国に散らばる選手たちよ、今こそ立ち上がる時だ。君たちの声を聞かせてくれ。電動車椅子サッカーの波が世界を駆け巡る。未来を作るのは君だ。生涯サッカー宣言、電動車椅子サッカー誌ビッグウェイ。詳しくはホームページで。地方 CM といってですね、本格的に作ってくださる方はですね、ぜひ本格的な CM を、募集したいと思うんですが、前回のですね、佐賀バルーンフェスタの旅でですね、ちょいちょいね合間に入ってくると思うんですが、こういう CM ちょっと見ていただきましょう。どうぞ。いつも心にラブ&ピース、インターネットテレビトリマインド .com。さらにラーメン食べに来んしゃ。はい、ということでね、見ていただきましたけど、これはあの佐賀バルーンの旅でですね、一緒に参加してくれたなちこがですね、ラーメン屋で言った、ね、ラーメン屋で、あの佐賀にラーメン食べに禁止愛という佐賀弁で言っていただいたようなね、まあ、こんな感じのですね、簡単なもので構わないので、ぜひ皆さん、あの、ぜひ方言でね、これポイント重要、方言で喋る、これがですね、やっぱりこう温かみのある地方 CM としてね、いいんじゃないかななんて思ってますが。カシミヤジャ、スコンチェビジャータミヨジドカシミヤジャ。温かい方言のね CM なんか、いいんじゃないかなということで、ぜひ皆さんから、地方 CM をですね募集して、そしたらあのこう番組のね合間合間にこう入れていってね、こうやりたいななんて思いますね。こうできればね、美女なんか。これ出てほしいななんて思うんですよ。まあそれどっちかというと僕が見たいだけみたいなね、感じになってるんですけど。大丈夫ですか、なんかエロいし金にうるさいしみたいな。いや、まあ、まあ別に可愛い可愛くないはね、個人差がありますので、個人ほら、僕のが見て可愛いなと思う人が別の人が見て、いやそうでもないぞって思うかもしれないし、別の人はそうでもないぞって思って見たものが僕が見るとうおーっと、まあね、なることもあるわけですよ。だからぜひ皆さん、女性の皆さんも恥ずかしがらずに、ぜひ水着で参加してもらって。水着で水着だ。水着はね、ビキニがいいな、やっぱな、ビキニがね。だからただただエロ親父になってます。いや、まあまあまあ、水着はね、別としても、いやいや、そういうこと言っちゃね、やっぱ送ってこなくなるもんね、みんなね。そうだね、だから別に普通のね、方で全然構わない。もうおじいちゃんおばあちゃんなんかの方言なんか聞いたら、やっぱほらほっこり心がね、こう和んで、やっぱ田舎に帰りたくなるかもしれないね。そういう地方 CM ね、いいな、貢献してるな俺、九州にすげえ貢献してるぞ。それ言わなきゃいいんだけどな。そうだね、貢献してるかどうかはね、こう見てくれてる人が判断するものだからね。そうそうそう、僕が言っちゃいけないね。いけない、言わなきゃいい人だったんだけどな。そら、そら反省します。これでエロ親父確定です。そうかい、そうかい、そうかい、とことんなっちゃうぞ、そんなこと言うと。とことんエロいこと言っちゃいますよ。いいんですか、放送できる範囲内でお願いします。あ、そうですか。放送はピーって入れればピーって、はい、ピーって入れればいいじゃん。完全にそれは放送禁止用語やないか。おい、そんなエロさは、まあ、持ち合わせていても、持ち合わせてもいても、それは出せない。ほらカメラがやっぱこうやってあるわけだから。なるほどね、そこはわきまえてるよ。それはエロの境界線だよ。エロのボーダーラインってやつ。
それやっぱあるじゃない。なんか今俺名言打たせる。ちょっと名言っぽくエロのボーダーライン。どうだいこれ。もう名言中の名言だね。もうこれ今あれだ、これも見ちゃった人たちはこれあれだね、居酒屋トークとかで使っちゃうわでしょう。今君たちも本当は思ったでしょ。今度俺ちょっと居酒屋でちょっと使おうかな、これ俺のエロのボーダーライン。なんか顔が立ち怒ってんだもん。いやーこれはもう来年、今ちょっと間に合わないが来年かな、流行語大賞に。今年はやっぱほら流行語大賞はもうね、知事のやつに取らせてあげて、宮崎県のね、そのまんま東知事の都県化せんといかん、これぜひ流行語取らせてあげて、僕は来年その次の年の流行語大賞としてエロのボーダーライン。何回言うんだよこれをですね、あのぜひ来年ぐらい流行らしたいなと。愛用のネクタイがワンタッチで装着、青木のタイアップ。部品はネクタイ留め具とクリップの2つだけ。真ん中のフックの部分を最初にシャツの真ん中に固定していきましょう。フックを先に固定したら、左右の突起物をシャツの中に入れてください。これで装着完了です。お出かけ前の準備がわずかな時間で完了してしまいます。しっかりとピンを止めて、これでバッチリ OK。 アイパピー、みんな思ったでしょ今。エロのボーダーラインを居酒屋で話そうと思った人は手を挙げてください。はい、ぜひ手を挙げてください。はい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 、はい、ほらもう5000人いたもん。5000人ぐらい、ざっと計算してよ。ざっと計算して、今ざっと計算して5000人だもん。どの計算、はじき出した、はじき出した今。もう見えてるもの、僕はこのカメラの向こうの前の見てる人たちがもう使ってる姿をね、夜、しかも夜、そうだね、11時過ぎあたりですか、まあこう飲み会、とりあえずビールから始まり、とりあえずビールも終了し、ちょっと強いお酒に移行する時期、はい、いやその辺で使ってると思うな、みんなね。何でしたっけ、エロのボーダーライン。これは使ってるだろう。し、俺だけが楽しんでるの。お知らせがどっか行ったら、だからほらお知らせはあれだよ、地方 CM だよ。お知らせは地方 CM を作ることなんだよ。決してエロのボーダーラインの CM を作ってこいとかそういうことじゃないからね、みんな分かってるね。エロのボーダーラインの CM 作るんじゃないよ、刺激地方 CM 作るんだよ、分かってるね、これ大切だよ、なかなか流せないからね、エロのボーダーラインに関する CM 作ってこられてもね。え、そう、逆に見たい気もする。見たいけど、それはそれでなんかこう見たいけど、残念ながらこうインターネットで放送してる性格上ね、こう昼夜問わないんだよ。残念ながら朝でも昼でも見れちゃうんだよ、それは問題だから。だから地域 CM を、皆さん地域 CM を作ってきてくださいよ。あくまで地域 CM はこう佐賀に佐賀に金シャイってね、ナチコも言ってたけど、佐賀に金シャイとかね、福岡やったら何やろね、福岡、コンカー、福岡のコンカーお前怖いな。何やろ、福岡やったら博多弁とかでなんか、博多弁とかでなんかこう喋ってると、キチャリーとかそんな感じですか、キチャリー、何そのチャーリーズエンジェルみたいな、なんか言う、え、赤チャリー、青チャリー、キチャリーみたいな、早口言葉。福岡にキチャリー、本当かよそれ。なんかでも言いますよ、まあでもあの福岡の人ね、今そんなわけねえだろって思ったあなたはぜひあの地域 CM 送ってきていただきたいな。Oh baby。
もう大体ね、やっぱね、間違ったのもエロのボーダーラインから。完全に。完全に道外したのはもうエロのボーダーラインから外してるからね。完全にやっちゃった感が出てるから。もう、そこからこう地方 CM の話どんどん飛んでってるからね。これは辛いもんがあります。ぜひ、ぜひ、九州の、まあ、あれですが、まあ、九州じゃなくてもいいですよ。送ってきてくれるんだったら、東北とか北海道、ね、関東の人でも、ぜひ、地域 CM 作って、送ってきてください。ぜひ、僕が、皆さんの、地域 CM をね、番組の合間合間に放送していきたいなと思ってますんで、送ってきていただきたい。ね、早めに送ってこないと、まずこの番組が存在してるかどうかもわからないから。ぜひ、早めに、ね、逆にエロのボーダーラインって言ってるかもしれないから、ね、アダルトサイトに買ってたら困るでしょ。だからね、早めに作って送ってきていただかないと間に合わないということですね。ぜひ皆さんからの地域 CM を、募集しております。よぶらな立ち上がれよ、この世界を変えるのは君たちだ。